皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パ・リーグ楽天 1X8 オリックスイコール7回表1試行ーコールドイコール6日楽天モバイル。オリックス中島聡監督55が6日、今季限りでの辞任を電撃的に表明した。今季最終戦だった楽天戦の試合後、選手やコーチ陣全員に初めて伝えた。 リーグ4連覇を目指した今季は故障者続出で苦しみ、5位に低迷。9月初旬に受けていた続投要請を誇示した。20年途中の監督代行から21年に監督就任し、リーグ優勝3度、日本一一度を成し遂げた名将。球団は内部昇格を軸に公認選びを急ぎ、オリックス一筋の岸田守投手コーチ、43。 がが有力候補に上がっている中島監督が胸に秘めていた思いを明かした。責任取ります。来年、監督をやることはないです。自分の人生の中で最高の6年間だった。感謝しています。今季最終戦だったこの日の楽天戦を終え、仙台市内の宿舎に選手やコーチ陣、スタッフら全員が集合。自身の口から初めて、 今季限りでユニフォームを脱ぐことを伝えた。その後、報道陣に対応。落ち着いた口調で切り出した。もう一回やり返したいという気持ちはありましたけど、やり返すのなら新しい形の方がいい。就任4年目はほぼ上位争いに絡めず、5位と低迷。優勝していたチームが、ここまで落ちることの責任を取りたい。今年で辞任しますとまっすぐに前を向いた。 昨年オフ後、1年1年が勝負と単年契約を更新。9月上旬に港球団社長から続投を要請されたが、返答は保留した。9月22日の日本ハム戦、京セラ D で CS 進出の可能性が完全消滅した。引き際を決断したのが、この前後だったと見られる。19年の二軍監督から20年の監督代行を経て、 昨年までのリーグ3連覇。22年には26年ぶりの日本一へ導いた。選手として初めて1軍出場した18歳から休むことなく、戦い続けてきたこともあり、自分自身と向き合った上で気持ちを整理した。同じ半球、オリックス OB の先輩として信頼し、監督時代の背番号78を受け継いだ福く GM からも複数回にわたって異流を受けた。 それでも、一度固めた決意は変わらなかった。周囲のごくわずかにだけ意向を伝え、シーズン前日程を終えるまで公表を避けたのも、プロとしての美学だった。派遣脱会を見据える球団側は、迅速に公認監督の選定に着手する。すでに内部昇格を軸にリストアップを進めており、 オリックス一筋で433試合に登板した岸田投手コーチが有力候補に上がる。19年の引退後は指導者として投手育成に尽力。中島野球を熟知する一人でもある。新人時代から手塩にかけてきた宮城はエースとして飛躍し、栗林も不動の声優劇手に定着した。楽しみな選手はいますし、行く末は見たいですけど。 いつか終わりは来る、ここで、って決めたわけですから、勝利と育成を両立させ、圧倒的な実績を残した名将が打ったピリオド。オリックスは大きな転換期を迎える。中島聡、中島聡、1969年3月27日、秋田県生まれ。55歳、鷹のスノーリン、現、秋田北陽、から86年ドラフト3位で阪急。 現オリックス入団西武、横浜、現 d n a 日本ハムと渡り歩き、2007年からバッテリーコーチ兼任。15年限りで引退、19年からオリックス2軍監督、20年途中から1軍監督代行、21年から1軍監督を務め、リーグ3連覇。22年に日本一、選手時代は通算1550試合。 804安打、55本塁打、349打点、打率2割3分2厘。右と右だ、岸田守、岸田守、1981年5月10日、大阪、吹田市生まれ。43歳、履正社では1年夏の甲子園に出場したが登板なし。東北福祉大を経て NTT 西日本に入り、5年の日本選手権で準優勝。 同年の大学社会人ドラフト3位でオリックスに入団。09年に自己最多10勝を挙げるなど、通算433試合で44勝30敗63セーブ、63ホールド、防御率299。19年限りで引退し、20年から投手コーチ。現役時代は180センチ、80キロ、右と右だ、どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。